ここがアストスの城だ。せいぜい気をつけろ。帰りはどうすればいい？まずは生きてアストスに会うことを考えろ。この城は恐ろしいぞ。さあ行こう。ジャックについていくよ。見ろよあれ、合成だな。こんな城に住むくらいだ。ああいうのがお好きなのさ。羽が生えた人間？いや、魔物だ。見た目は人だが、生まれは闇の中。倒さなくちゃね。見切ってやるさ。大丈夫だ、俺たちの方が強い。これが実力か。一応勝ったし、いいんじゃない？いいものかな。行くぞ。鍵があるからには鍵穴もあるはず。探してみるか。どうも気力が冴えないな。俺はジャックについていくから。よし、先に進もう。こういう城には隠し部屋とかお宝とかあるんだろうな。ガブレット、やるか。降りかかる火の粉は払おう。調子なら問題ないね。よくやったな。次も頼むぞ。やってやる。よく見た方がいい。装備しとく。ジャック、気をつけろ。この辺にいるはずだ。突然現れるから驚くなよ。全然力出せてない。まだある？さてどうするかな。
せてもいいか。ジェナ、頼めるか。ジャックの火の粉は私が払う。危なかった。勝ったんだから問題ない。キューブだ。ここにあるんだ。覚えとこ。見てよ、あのぐっさり刺さった矢。嫌だ嫌だ。でかい弓がこっちを狙ってる。ジャック、調べてみて。まだやれるけどな。出てきた。ジャックがいれば負けないさ。手応えありだな。終わったかな。よし、次も頑張ろう。
くで見ると本当にでかいね、この塔。敵がいる。叩き潰す。あの弓を止められないのか。相手する。手応えがなさすぎる。いつもこうだといいんだけど。敵発見。やるぞ、ついてくる。気をつけて使った方がいいよ。油断せずに行こう。見つけた。さてどうするかな。探索に戻るぞ。敵がいる。叩き潰すぞ。
出てきたか。ジャックがいれば負けないさ。ここはあのでかい塔の中だろう。さあ、奥に進んでみよう。楽に戻れる。ありがたや、ありがたや。ジャックが見せるあの力こそ俺たちが探し続けているものなのか。確信が欲しい。強い魔物と当たればはっきりするかも。
キューブ発見。調べておくか。誰もいないな。海賊に騙された？油断するな。機動力、攻撃力、どちらも相当なものだ。ネオン、任せてもいいか？当然。やめろ。ジェド、本気だな。中へ引きずり下ろしてやろう。それよ、あいつの攻撃をうまくこう、なんとかできないかな。こいつ、なかなかやる。機動力にひるむな。攻撃をよく見ないと。任せてもいいか？当然。そこまでだ。これでいくらか戦いやすい。あいつの中にアストスが入ってるのかな。倒さないことには分からないな。ならあの兜を吹き飛ばして顔を拝んでやる。まとめて吹き飛ばせる方法はないの？手応えがない。幻影か。ダク、今見たか、あの戦いぶり。まさにジャック。ああ、ジャックだ。やっと巡ってきた。何が？素晴らしいぞ、ジャック。そしてアッシュ、ジェド。やあ、ネオン。なぜ知っている？それがダークエルフさ。ダークエルフとは。俺たちはクリスタルの在りかを知りたい。それだけだ。これは頼もしい。未来を切り開くのは君のような大雑把な人なのだろうな。称賛と受け取っておこう。ここがこの城だ。そしてこの森を抜け、さらに進むと塔がある。風のクリスタルはその塔の頂上。森も塔もなかなか厄介だから、
気をつけるんだな。何か質問は？お前がカオスと取引をしたという話は本当か？カオスと取引するのは君たちだよ。カオスとは混沌の闇が意識を持った魔物。クリスタルが機能を停止したのはカオスの仕業。クリスタルを復活させたければカオスと取引をするしかない。もちろん取引というからには代価が必要で、それは君たちの命ということになるだろうね。何がおかしい？旅立ってから聞いた一番喜ばしい情報だ。良い旅を、ジャック。